加護シ太郎は日本の漫画家、主に成人向け漫画を中心に執筆する、東京都生まれ、1988年にコミックボックスにてデビュー。奇想漫画家を自称しており、エロ、グロテスク、猟奇、スカトロ、ホラーといったサブジャンルにとどまらず、人間という存在をいじり倒す人体改造や人体破壊をネタに狂気的な世界を描いている。 ソ連や太平洋戦争を扱うこともあるほか、それらのジャンルを下敷きにした SF やメタフィクション的な構成を最も得意とする。駅前花嫁などのように、作風的にはブラックユーモア、毒のある笑いが中心的である。2002年からはイベントに参加したり古典を開いたりなど、活動の幅を広げ、不道徳な排泄物を精力的に展示している。2010年、 フラクションで第3回世界バカミスアワードを受賞。2013年第19回サロンデル漫画でバーソローナにてスペイン漫画界で貢献度や話題性の高かった日本漫画家として受賞した。また2014年 LA 出身アーティストのフライングロータス、ユーアデッドのアートワークを手掛けた。現在では成人工芸者の漫画雑誌アックスを中心に アブノーマルな作品を発表している。スペイン漫画賞受賞記念カゴ・シンタロー先生、現地レポート、ポコポコ特集ページ、カゴ、シンタローの新刊、都市とインフラストラクチャー展が、ビリケンギャラリーで、コミックナタリー、https コロンスラッシュスラッシュナタリー .mu スラッシュコミックスラッシュニューススラッシュ4239622021年4月28日閲覧。 ありがとうございます。